こんばんは、テジジョジョです。レンジャジーです。ビンゴです。バークです。はい、じゃあハッシュタグリバトーク第1回目始めます。お願いします。Bad Hop Reva Talk to the Dome はい、始まりました。バッドホップのリバトーク、インター FM から生放送でお送りしてます。質問はハッシュタグリバトークをつけてみんなつぶやいてください。よろしくお願いします。お願いします。久々だな、はい、マジで久々。いや久々ですね。5年ぶりだって。5年だ。2018年最後。2018年だ。はい、まあまあ、あの毎度のごとく全員が揃うっていうことはあんまなかなかないと思うんですけど、はいはい、まあそうですね。あのまあ東京ドームまで何回かあるんで、ね、ちょっとあの日替わりメンバーチェンジで8人いるんで、僕たち交代制で、はい、ちょっとローテーションでいければなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はね、今日はとりあえずジョジョとベンジャジーとビンゴとバーク、うん、はいはいはい、久々です。1回目から来ない人は何をしてんだろうな、一体。何をしてんだろうな。いやもうこの5年分話すことある？いや、まあ、もうだから、もうどっから話しゃいいか分かんないぐらい、どっから話せばいいか分かんないよな。うん、散々な。いやなんか久々、懐かしすぎてなんか逆になんかね、スタジオが変わったから、あの向き合い方がまず違うからな、うんうん、前はなんかあのわちゃわちゃして4人ぐらいで向き合って話したけど、ね、あの海外のラッパーのフリースタイルとかで見る、あの横並びになってあのやるやつだね。ザラジオみたいな、うん、ちょっと緊張しちゃうね。ちょっとすんだ、うん、なんかやっぱ大人の数が違うよね。大人の数が違うんだよね。お前まあ名前はなんか割とコンパクトにやってたからな。うん、なんかこれあのヒップホップ好きな人だけじゃなくて、あの一般のお客さんもいっぱい聞いてるんで、ちゃんとあのインターFMなんで、普通に今高速道路走ってる人とかも聞いてるってことでしょ。もちろんやっぱ聞いてる人は聞いてるんじゃない。そういうことか。あ、マジか。どういうことだと思ってたの、バック。確かにそういうことか。マジだよな、そういうことだもんな、うんうん、それほんと初めましてよ。初めましてそれは初めまして。もう知らない、ベンジャジーですかジョジョですか言っても知らない人とかいっぱいいる。いやもう全然、は何こいつらみたいな、うん、なんかノイズ拾ったと思ったらごめんなさい本当に。すいませんっていうこともあるってことも、ね、俺らもよく分かってないんです本当に、うんうん、まああの今まで通りなんかちゃんと俺らは何なのかっていう自己紹介はした方がいいんじゃない。いやそこからでもまず絶対、そこから、うん、そこはしょったんだと思ったもんジョジョまず。確かにな、うん、何やってる人か分かんない人たちが喋ってんだよ。じゃあいける、あの自己紹介。自己紹介というか、まあこの俺らが何なのかという、何なのか、はい、まあひあのヒップホップのグループでみたいな。そう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 、まあ分かんないまま終わんのも面白いけどね。まあだんだんあのちょ逆に気になんじゃないの。いや、逆に終わってもいいけどね。うん、誰だこいつらはと、うん、こいつら誰なんだっていう感じで、うん、なんかそういう感じの終わり方もいいんじゃない。始まり方か。前やってた時は1時間ぐらいやってた。1時間やってたね。まあ今回ちょっと30分でコンパクトなんで、はいはいはい、とりあえずじゃ あ, あの自己紹介兼ねて自分たちの曲を1曲流しますか。じゃあ、ああいいですね、はい、じゃあ1曲目いきます。バッドホップでチャンピオンロードアルバムだねの1曲です。ビデオ出てるんでよかったら見てみてください。まあね、このアルバムが最後の僕らのアルバムになるってことですもんね。そうだね、うん、そうだね。ちょっとあのさっき自己紹介を省いちゃったから、うん、うんうん、じゃあ自己紹介というか、まあしてもらっていい、そんで聞くんだったら。いやだからまあなんか分かんないけど、その高速乗ってる人の気持ちになっちゃってて、さっき。俺もだわ。うん、なんかいきなり出てきた若者がいきなり解散するんだみたいになってんじゃん。はいはいはい。あの自分たちあの川崎出身のまあ8人組でヒップホップをでまあラップやってるバッドホップっていうクルー で,、はい、で今回その2月19日にまあ活動10年ぐらいやらせてもらってて、はい、それの10年目であの2月、来年の2024年の10月、あ2月19日に東京ドームの
解散ライブをもって、まあ、1回もう普通に解散します。解散すると、はい、はい、それに向けて今回インターFMさんからお話しいただいて、5年前までやってたバッドホップのリバトークっていうラジオを、はい、この機会に復活させていただいたっていう。素晴らしい、はい、素晴らしいね。そこの情報しか俺も知りません。素晴らしい自己紹介だった。情報を知らないって自分のことだもんね。でもね、まあまあそれやらせてもらえる、肩書きないし、ね、まあなんかもともとこのシステムとしてはこのツイッターにハッシュタグリバトークで X ね、ああ X か、はい、X、うん、その X にハッシュタグリバトークで質問とか、はい、うん、俺らに聞きたいこととかをつぶやいてもらって、それを俺らが拾いながらこんな感じで喋っていくみたいな、はい、システムでしたよね。はい、そうだ ねなんで X を見ながらちょっとハッシュタグリバトークで来てる質問をじゃあ早速拾っていきますか。じゃあでも高速乗ってる人は無理だからね。そうですね、ハザード、そうハザードハザードは結構大変。高速メインだ、結構高速人メインだ、うん、じゃあおる来てる早速。まあね、かあれで、まあ質問にも来てんだけど、アメリカ行ってきましたよね、うん、はい、あアメリカそのラストアルバムの制作で行きました。はい、うん、結構行ったよね。1ヶ月ぐらい行った？3週間。3週間だね。ニューヨークから入って何日いた？3日。3日ニューヨーク、ニューヨーク5日ぐらいなかったっけ。3日だね。3日か。ニューヨークは3日じゃない、最初、うん、最初3日で、そっからアトランタ、本当に2週間ぐらい行って、うん、アトランタ2週間、まあほぼ毎日スタジオだったよね、アトランタはね、もうでまたアメリカに帰って、アメリカに帰って、ニューヨークだね、ニューヨークに帰って制作をして、また日本に最近帰ってきたと。1ヶ月前か。1ヶ月前ね。カルチャーショックありませんでしたかって来てるんだけどさ、アメリカの、そう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 、俺アメリカのストリップ初めて行ったのよ。俺もそうだね。はい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 、ジョジョも一緒に行ったけど、アトランタのストリップ行った時に、うん、びっくりしたのが手叩いてないのに、うん、で音がして、なんどっから乗ってるのって思ったら、裸の女のケツがこうやって両サイドパンパンパンってまずだったら上下服着てないもん。ぶつかる音がして、あれはカルチャーショックだな。俺ジョージア州なのかちょっとアトランタ市なのか分かんないけど、アトランタのストリップ全米でも珍しくフルヌードになれるっていうダンサーの方、まずその時点で結構いろんな光景だったよね。下も上も全部脱いで、びっくりだった。あれはなんじゃこりゃと思ったね。あのシステムはやっぱ結構日本の人は最初見たらびっくりするよね。だってああやってさ、ドル札って本当のお金なわけじゃん。そうだね、あれをまああんだけぶん投げて1ドル札ねやってるわけだからさ、うん、でもなんか思ったよりぶん投げてるやついなかったね。じゃあみんなそんなに本当にぶん投げるほど金を持ってるかって言われたらそうではないからね、うん、あの人たちもだって、ね、地元であったらそんなしょっちゅう何十万分とかもぶん投げないだろうし。確かに。まあなんか今個人的に目についた質問いいですか、うん、まあ自分ベンジャジーなんですけど、ベンジャジーに質問で、はい、プラダのバキハ何個目ですかと6代目なんですよこれ。今また新しくしたの。まあいろいろ順を追って言うと、1代目2代目は俺の普通に紛失、はい、普通に酔っ払って家帰ってなくしたと、うん、で3代目4代目5代目はワイザーによる過失過失結構なくなるよね、まあ、何されたの、まあ、3代目に関してはまあ遠投投擲投擲、うん、どっからステージ上から。ああ、ツアーの時、はい、どこだっけ。大阪です、ね、大阪だね。それ誰か撮った人いんのかな。いるよねそりゃ。ちなみにその時俺もドゥラグ投げられて、まあ、まあ、いろんな人なんか投げられるよね基本、うん、結構投げられる、まあ、だからまあ4代目5代目はまあいろいろあって今後追って説明するんですけど、まあ、それを見かねた最近親しいスタッフさんの方がもうかわいそうだからっていう理由だけで俺に6代目プレゼントしてくれて優しい。ああそれガチプレゼント。ガチペルガチペル本当、家に宅急便来たんだけど本当マトリョーシカぐらい梱包されててどういうこと。いや本当プラダ丁寧だなみたいなでもさ毎回同じの買ってない。買って
てないん、あ、まあ、いや絶妙に違うよ、絶妙に違う、あのデニムのやつが違うっていうのは分かるんだけどさ、まあ、1代目2代目と今かぶってる6代目は一緒、あだよね、そのナイロンっぽい感じ の、まあ、リナイロンっていうんですけどね、えリナイロン細けえよ、うん、まあよく分かんないけど、うん、そういうねしょっちゅうまあしょっちゅうまあプラだこの間もねなんかいろいろあってねぶん投げてたもんね、まあほぼね投げてたねあれはね、じゃあの根本的な質問来てるんだけど、はい、根本的、うん、はいはい、この改めて番組タイトルのリバトークってどういう意味ですかって来てるんだけど、おリバトーク、これってなんでリバトークってなったんだっけそもそも、川沿い出身だからだねとかそんぐらい本当軽いのりだったな、まあ、川崎出身で、まあ、多摩川がまあ自分たちの地元に本当に近くて、うん、だからリバトークでいいんじゃないかってテーマがだからその河川敷に座って喋ってるぐらいの感じ、ね、地元の確かそう、ね、あみたいな感じだったよね、で、うん、割となんかあの俺らの出身とかそのバックボーンにちなんだリバーサイドトークだよね多分、うん、まあそうだよね、そんな感じだった気がする、かなりもゴロおそこでサンプラーそこでサンプラーね、サンプラーも叩けるからね、うん、もうヒップホップでおなじみのやつは全部あるでしょ多分 DJ のね、おおだからもうパワーアップはしてるよね、パワーアップはしてるんだろう、そういうのは自分たちは前回押せなかったからね、まあ、30分に短くなった分、まあ、濃くはなったよね絶対そうだね、いやまあどうなんだろうね、濃くなったよねっていうか、まあ、始めたばっかなんだけどね、うん、15分しか経ってないけどそもそもまだ15分か、うん、へえ、ほんとだ、なんかそもそもさこの番組やってた時ってさ、うん、なんかリバトークが最初は別にメインなわけじゃなかったじゃん、なんかとりあえず新しいさ曲とか、ああそうだ、ね、そうだね、をなんかこう、そうだね、紹介するみたいな感じで始まったのがいつの間にかそのなんか俺らがうだうだ喋ってんのがなんかメインになっててみたいな、あそうよね、ま変わんないもんね正直5年やってなかったけど、そのラジオっていうかまあ会話常にしてるわけでさ、まあそうだね、俺ら自体の会話はしてるし、それをラジオで流れてたってだけの話だったからね、まあそうだよね、うん、だからまたなんかすんませんみたいな気持ちになるよねまあね、うん、まあ、うん、遅い、ん始まる時間遅いいやいやいや、お前ふざけんなよいきなり文句じゃん、みんなみんなでも聞いてくれる時間なんじゃないの逆に、まあねそれは日曜の夜なんてさ、朝ゴルフで6時起きで眠いですお前さ、お前の個人的なそれ知らないよ、すいません急に言われてもね、ベンジェジ最近ジーキッズとしょっちゅうゴルフ行ってるからね、まあそうだね、うん、やっぱゴルフ楽しいの、まあそれについてはまあやっぱあの高速道路運転してる方たちも結構気になるんじゃないの、なんでよなんでよ、大体ゴルフ好きでしょ、あまあ確かにね、うん、うん、じゃあ曲いくいや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 無理やりすぎだろとりあえずまああの昔みたいに、はい、あの曲をもう紹介しないとね、一応俺らがベラベラ喋ってるだけでも最近のちょっとまあイケてる曲を、まあ本来の目的はね、本来の目的はまあそこにあると思ってるんで、次の曲あれだよね、クワボ、そう入ってるよね、今日本来てる、ね、クワボさん、クエボ、クエボくんね、クエボくん、はい、いやかっこよかった本当に、でなんだっけこれ、リルダリウス、リルダリウスで didn't come、didn't な、didn't come to play、リルダリウス、リルダリウスジョジョが教えてくれたんだよね、リルダリウスめっちゃいいよな、い何歳か知ってる、 いくつなの、17歳、マジで、うん、17歳でアトランタから、まあ、ジョージア州なんだけど車で1時間ぐらい行ったとこ、うん、なんかね、なんだ、なんつったっけな、ねアセンズっていう、ジョージア州アセンズっていうところの出身、うん、こいつマジヤングリルベイビーって言われてるよね、ヤングリルベイビーだ、うん、やばいね、似てるもんね、似てる似てる、うん、ラップスタイルで今タイムリー日本来てるあのクワボくん、うん、クワボさん参加して、会うとさん付けがくんになるの面白いな、一回な、割と年近いからな、まあ、だって4校上とかでしょだね多分、クワボくん、うん、じゃ中学校はかぶんないんだ、ああまあ OB だね、中学校はかぶんない、ああはいはい、いやかっこよかったね、かっこいい本当マジで、このリレーダリウスはマジで最近めちゃくちゃ聴いてるわ、徐々に教えてもらってるから、中学校かぶんない先輩ってさあそっちだ、うん、そっちそっちで、クワボくんじゃなくてさ、うん、クワボくんになんない、あの
くんのフローが。ああ、なるほどね。ふわぼくんになるね。なんか、うん、あるよね、それ。確かに。それだけ。イントネーションだ。うん。まあじゃあ質問戻りますか。はい。リバトークお願いします。一個はいいですか。はい。はい、前回の、はい。千鳥公園での無料ライブで、ああ、はい、忘れ物しちゃったんですけど、どこに問い合わせたらいいか教えてほしいです。俺若干記憶忘れてますよ。俺もね、ついこの間25日かにやった、うん、ホームスチール、ね、ホームスチールっていう無料イベント、川崎のね、千鳥公園、千鳥公園でやった、その忘れ物はもうどこにあんのか、どこに問い合わせていいんだろうな。まあでも問い合わせ先は間違ってはない。まあそうだな、ここで多分他にないもんな、うん、絶対多分そんなにみんなその忘れ物とかに対する責任はそれぞれ持ってないだろうしな、うん、なんかあの、うん、運営する側も公園だから自己責任だな、公園だしな、まあ、保管してたけど1週間過ぎちゃってるしね基本保管期間1週間でしょああ、なるほどね、うん、それ鉄壁の、まあそうだね、鉄壁のやつだ、しょうがない、うん、もう保存期間過ぎちゃって、うん、ちなみに何忘れたんだろうな、そのものにもよるだろう、そのだって諦めきれない気持ち、ワンチャン飯田橋にあるよいや紛失物お届けセンターみたいなところ、結局飯田橋だよ。いややってるよ、うん、俺も六本木のど真ん中で落とした iPhone そこ取り行ったよ、だいたいまさか戻ってくると思う。飯田橋の駅降りるやつ多分半分以上そ忘れ物だと思うんだよな、マジで。いやいやいや、いや本当そんくらい飯田橋が鉄板だね、飯田橋ね、みんな取り行くんで、あそこになんかあの関東圏の落とし物は大体あそこに集まってる、ね、あの行ったことある、あ、あるよあるよ、だから俺なんかさ言った時に、はいはいあれねってさ、あの取ってくる姿、あのハリーポッターのさ、あの最初の杖選ぶ人みたいな、あの雰囲気ない、あの杖屋さんで、ちょっとわかんないです、あんまピンときてない、見たことねえんだろうな、ハリポッターの、あんま見たことないから、うん、まだ落とし物はちょっとわかんないね、わかんないね、うん、でもあのイベントめっちゃ楽しかったよね、めっちゃ良かったね、俺、うん、普通にフロアっていう の, あのまあ普通に外で、ね、普通にフェスっていうか、まあお客さんとかが遊んでるところに行ったのよ、うん、うんうん行ってたよね、うん、とんでもない行列になっちゃってまあそう、俺らうちだしね、めちゃめちゃお稲荷を奢った、あ、お稲荷なんだ、あ、おごったんだ、うん、いやてか出店してくれたお店の人とかのご飯めちゃくちゃ美味しくなかった、ね、うまかった、マジうまかった、ジャークチキンめっちゃうまかった、ジャークチキンやばかった、ね、辛かったよ、俺で3回、いやでもめっちゃうまかった、3回ぐらい頼んだわ、あれマジ本場と一緒だったもんいやまあ本場でも本場食ったことあんねんまあな、ジャークはな、ジャークはだってジャマイカよ、まあでもまあジャマイカン、うん、もう食べたしね、ニューヨークとかアトランタでも、駒沢じゃない、駒沢じゃない、駒沢ないよ駒沢にないよ、ない、俺人生で初めて食べたジャクチン駒沢だったからあれが本場だと思ってさ、ちげえ、認識の違いがすごいな、それ、あ違う、なんかああやってフロアに出てくことって絶対ないでしょ、もうまずないじゃん、ないし、だからめちゃくちゃ楽しかったよ、普通に、うん、もう普通にお客さんよりも楽しんじゃったぐらいな気持ちは、フェス行きてー普通に、うん、遊びに、普通にフェス行きてー、楽しいって思った、うん、まあああやってフロアでフロアっていうかな、あそこ出てね、お客さんたち一緒になんか正直飲んでるのとかも楽しかったし、うん、しかも川崎地元っていうのがね、うん、またいいよね、久々にライブ地元のラッパーの子とかにも出てもらったけど、うん、最前列まで行っちゃったもんね、ビンゴと俺、うん、行っちゃったよね、うん、なんかお前らも一応そのなんか後ろ側にいるとお前らの方を見られてなんかライブもう見ないんじゃないかみたいな、ちょっとなんか気持ちもあって行ったけど、そう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 、逆にもう渦巻いてたけど、普通に面白かった、あれは面白そうだって、俺も行かなかったけど、まあまあ、じゃあ次の質問ポンポン行ってきますか、うん、時間も短いんでね、うん、まあそうですね、あれだ、早いね、30分早いね、マジで、てか前さ、うん、このリバトークが始まる時にさ、うん、ベンジャジー叫んでたじゃん、ああそのなんかラジオで言うジングルっていうらしいの、ね、うん、そのオープニングの、オープニングのね、さっきAI、 あ、そうそう、 AI が What's your name? Right. In time In time FM、 うん、あれをなんか自分らでシャウトしてやってたと、まあリバトークって大きい声で言うってだけなんですけど、うん、言ってたね、それ
だよね。なんかだから俺なんかそれを聞かないとなんかリバトークって気しないっていうのもさっき今 X で見てて、そうだね、まあ、確かに確かにな、来てたよだってそれさっき確かだよね、うん、昔ベンジャージー君がリバトークって叫んでたやつまた聞きたいですって言われてるよ。だよね。まあ5年経った今、5年経った今やっぱ変わるわけじゃん、こうやってるのは変わっていくよね、うん、確かに俺もだいぶ変わったと思う、ね、ライブをもうこなすしね、うん、細くなるだろうし変えてもいいんじゃないかなと思うんだよな。ああ、どういうこと？どういうこと？一人一回リバトーク叫んでるハマるやつでいいんじゃない？無理だって。え、この場で今シャウトしたらそれって次回から使えてもらえたりとかできます？使えんだ。ああ、そんな感じだ。一人一回叫んじゃよ。リバトーク。お前が最後たっさらってくのを分かってて、なんでそれ俺らもやんないといけないんだ。やっぱ。いや、俺は今日シャウトしまくっちゃって。どこでだよ。ゴルフ。ファーだろそれ。ファーだろ。ファー。ぐらいのテンションだったわけよ。俺も最後に大きい声出したのいつかわかんねえよ。悲しいよ。最後に大きい声出したの。確かに勇気の大声ってレアだよね。うまい。バー君のレア。レコーディングとかでも結構声ちっちゃいしね。あ、確かに。ボソボソ言ってますよね。うん。いつもまあこのテンションだね。ジングルはでもリアルにこれは本当にあの撮んないといけないから。だ来週撮んのか今週撮んのかみたいな話にもなってたんだけど、一発え、いいのかな、こう全員来てないからさ何とも言えないけどさ、まあ、これでジングル作っちゃっていいか、まあ、いいんじゃない、うん、1回目俺らだし、うん、確かにシャウト声自体も5年経ったら変わんない、まあ、まただって変えたいなってなったら変えれるわけですもんね別に、うん、じゃあ撮る今ジングル、ちょっと今叫ぶってこと、うん、ちょっとあの時間が結構タイトなんで一発、確かに、すいません、事故らない、うん、運転、ね、運転してる人結構結構びっくりしちゃうよね。すいません、今からちょっと叫びます。ジングルいけるいいですか。あ、じゃあお願いします。行けよ。いいかも、もう本当じゃなくて。バットアップのリバトークみたいなやつやったじゃん。バットアップのリバトークみたいな感じだったじゃん。だ、三人がバットアップの。あ、そういうことね。オッケーオッケー、そういう感じだ。え、これ3人の声合わせるってこと？そうだね。そこ合ってなかったらまず俺言わないかも。じゃあ、バットアップのリバトーク。いや、ああいう完璧じゃなかった今俺ら。はい、お前 SE もいいタイミングで入れたね今ね。入れたね。ドキュンだね。そういう感じだ。はい、もう30分経ったよ。いやー、なんかもうちょっと喋りてぇな。あ、温まってきた。うん、エンジンかかったとこだったんだけどな。いや、そうなんですけど、まあこれ来年の2月19日にやる僕たちの解散ライブの東京ドームまで、はい、何週だろう、何週かな、うん、まあ8週とか10週かぐらいやるんで、12週、え、じゃああと10回日曜日が来たらもう東京ドーム立つの？そうだよ。へえ、そうなんで、ちょっとそれまではみんなぜひ聞いてください。お願いします、はい、お願いします。まあとりあえず1回目はこんな感じで、来週もハッシュタグリバトークでつぶやいてくれたら質問拾うんでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、バットアップのリバトークトゥーダドームでした。私たちネオジャポニズムです。私たちネオジャポニズムがお届けしているネオジャポのファイトフォーザレディオ、戦うがコンセプトの私たちがラジオを通していろんなことに挑戦していきます。ネオジャポのファイトフォーザレディオは毎週火曜日深夜12時半から。ファイトフォーザレディオ
ボーリング。リラックスできるので夜に散歩するのが好きです。酒を飲むことです。そしてそこで、はい、ナッチをつけることです。あなたの好きが見つかる。あなたの好きが広がっていく。広がっていく。毎週火曜日夜11時からはニコニコタンタンがお送りする東京円盤クラブ。番組ではあなたからのメッセージを募集しています。忘れられない旅の思い出、そして君の名はの魅力を穴べべに教えてください。メッセージをご紹介した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。お待ちしてます。君の名は